日投稿したこの動画ですが、知恵のかけらもないパワー型と言われてしまったので、今回は私の賢さを見せるために。とっても賢い理系軍団。誰が誰だかわかんねえ。ちなみに私はこれです。なんで磁場を横切る金属線の電磁誘導の式なんだよ。皆さんおいっす。プラベは名前を自由に決められるのでこういう遊びもできて便利ですね。それ真の目的じゃねえよ。賢さを追求して理系で攻めますマリサだぜ。やっぱろう。むしろこうやってやる方が頭悪そうに見えますが、実は私も名前変えたかった霊夢よ。はい、というわけでメンバーの方々とプラベをやったので、その様子をお届けするぜ。みんなそれぞれ個性があっていい名前ですね。一人絶対旋風の影響を受けてる人いるけど、何回かやったけど何かとこの数式軍団が一緒になること多かったな。やはり光は運命なのかもしれない。あ、そうそう、一応私もいますが、この試合だと敵側にいるので、マリサ視点が見えてるのはおかしな状態ですがご了承ください。さて状況、というかそもそも武器自体が、神体育3枚構成ってこの世の地獄ですか？だって私無印プライムしか扱えないもん。プライムは最強だからしょうがないですよ。こいつらいるだけで2神タンク確定かよ。まあいい、私がタイプツール賞持ってる真の理由を見せてやる。神タンクもろとも一瞬でぶっ壊してやるぜ。また規制もかけらもないこと言ってますけど、デフォルトさんの理系力は甘いですよ。やはりウハウハ因数分を習得しないと。文字数足りないところがすでに頭悪そうですけど、因数分解って痛かったのか。さて状況としてはかなり悪いな。ひとまずエリアを取る前にウルショ貯めてから行きますか。神タンクの制圧力のおかげもあってエリアの抑え込みはこっちが完全に優勢よ。なるほど、その位置にいるのか。ビエー、やっぱそこいますよね。いやまだだ、降りてきたところは見えている。これがウルシューターの実力だ。強すぎるんで弱体化した方がいいと思いますよ。3発で出る弾の1つでも2回着弾すると220ダメの判定が消えるバグはあるし、リッターよりも微妙に短い程で1発外しただけで終わりでリスクリターンが全くやってない。私が悪かった。平たく言えば使いこなしてる私が天才というわけだな。経営罪なこいつ。とりあえず3落ちさせたのはめちゃくちゃでかい。このまま前線張ってエリアのカウント進めていきますか。は？なんか倒せたんだけど。やったー、偶然当たっただけかよ。よし、こっち3落ちさせてるから今のうちにエリア塗っちゃおう。でも神タンクで塗るのむずいな。く、さすがにエリアは譲らざるを得ないか。よし、リードされる前にこっちがエリアを取り返したわ。また焦って行ってもいいことないからウルショ貯めてから行きますか。そう、倒しても倒しても神が湧いて出てきやがる。神タンクガン押しパーティーってそれだけでもう最強ね。プライム2人がシャープだったら完全に負けてた。それどういう意味？リベンジで完全に透けてるから一応狙えそうではあるんだが、起動音聞くだけでもう怖いんだけど。さすがにここの局者は無理だ。難易度が高すぎる。というかそもそも床に当たったら直撃じゃなくなるから、入り組んだ地形だとマジで当たってるのに弱いとかあるからな。さて、なんとか塗りをやっていきたいところではあるんだが、私がいるからそうはさせないわよ。そう、やはりメインとスペシャルがめちゃくちゃ優秀だな。メインとスペシャルがわざわざ協調戦でいいわ。塗り合いになったらまず厳しいからこっちとしてはなんとか追い返したい。お、敵が見落ちした。ウルショも溜まったから詰めるなら今がチャンス。ちょっと厳しいから一回引こうかな。なんかウルショの音も聞こえたし一人になっちゃったし帰ろう帰ろう。逃がすか。いや、SE ダサすぎる。なんで今の当たってんだよ。スプラのセンスないんじゃね。可愛い顔でなんちゅうこと言うんじゃ。嘘嘘、私が天才なだけだから。天才さん倒されてますよ。いやまあマジレスするとリベンジで完全に透けてたから、それを狙って当ててるっていうわけだ。ま、マジでテクだったのか。言うて2発はめちゃくちゃな打ち方してるから褒められたもんじゃないけどね。さて倒されはしたが戦況は一気に盛り返した状況。いやーみんな強いな。また2落ちの状況にさせてる。このままカウントリードまで持っていけると嬉しいんだが。ゲー、ここで倒されるのはまずい。よっしゃ、いけいけ。理系数式分断全軍突撃。相手の動きを計算して全てを先読みするのだ。理系買いかぶりすぎじゃない？私らプラスの悪魔界鳴らしてるんで。それもうただの神じゃねえか。ってまずい、カウントがもう。よし、こっちがリード。っていうかノックアウトするからなんとしても止めなきゃ。神タンクで倒しながらエリアも塗っていくしかない。倒すわけないだろ。これ死んだ。神タンク絶対高い。そいつら残ってるのは一人だけ。プライムじゃ塗り返しなんてできないだろ。仮に塗られても、ウルショで取り返す。最後は神タンクを囲って終了。あの私この回だけで3回もウルショに葬られたんですけど。よかったな、気持ちよさを味わえて。気持ちよかったのお前の方だろ。顔やめろ顔。それじゃあ2戦目行くぜ。ルールは変わってガチヤグラ。ステージは超ザメ造船ね。理系数式軍団は解散しまして、また個々人の活躍に期待しましょう。あ、そうそう、このプラベ10人とか9人で回してるので、人がいたりいなかったりするのでご了承ください。ちなみにこの試合も私は敵ですがいます。よっしゃ、ウルショの的ゲット。表現があまりにもひどすぎる。一応言っておくとメンバーに理系しかいないという雰囲気ですが、全くもってそんなことはないです。なんならこのネタが通じてる人の方が少ないのでご安心ください。HS さんがなんか国際無双してるからこの機に一気に行くぜ。めっちゃいるからなんとかしないと。甘いわ。もう私リスから出てこなくてもいいですか？当てすぎていじけちゃった。いていて、相打ちしたけどナイスヤグラノリ。敵はかなり抑え込んでるから関門の突破もいけるか？はい、味方天才。ジャンプで一気に前線に戻るぜ。あ、これマップ的に左に誰か来てるんでやりに行きますか。いやマジで、何回一斉に攻めてきたんだけど。これがフルパで VC 繋いでる強みってわけだ。サポートを手厚くもらえるから詰めていくのが容易だぜ。両チーム別で VC 繋いでるのでその辺の連携は完璧ですな。
いやまずい、実質こっち全落ち。できることならそんなに油に乗っていたくはないんだけど、前線張るのがクソ強い二人がいるからここは任せますか。な、なんとか止めなきゃなんだけど、一斉に詰められてるからかっこ撃破されてマジで辛い。足並み揃えて動くってのはめちゃくちゃ重要ってわけだな。まあ私特に何もしてないけど。じゃあ、これは無理だ。さすがに相手が強すぎた。さすがに味方強すぎて草だわ。私特段何かしたわけじゃないけどとりあえず勝ったからいいや。私のこと消し飛ばしてましたよ。それじゃあこれ以上霊夢をいじめると本当に引退してしまいそうなので、そうじゃない試合やっていきますか。ルールは戻ってガチエリア、ステージは金目鯛美術館ね。さて私のこと散々ぶち抜いてきたんだからその分頑張ってよね。でも霊夢が特別当たりやすいだけだったのでは。そんな特殊体質嫌すぎるわ。神タンク絶対許さないマンとしてはそれなりにいい動きだったかな。ってお前どこ塗ってんの？敵いんのか？いや適当に塗り広げてただけ。先にエリアを塗れよ。とりあえず先に取られちゃったけどスペシャルだけ貯めますか。私も神タンク溜まったら吐くからそれで合わせて取りに行きましょう。左のくぼ地に一人いるわね。了解了解そのまま神タンク打っておいてくれ。吸盤投げて詰めて倒してくるぜ。当たらないから壁裏じゃないのかも。大丈夫ここなら詰め切れる。そしてこの距離なら外さん。もう一人もだ。うわやべ、国際は無理。私に任せて。お、やるやん。じゃあ私このまま前線上がって抑え込み行ってくるわ。私も一緒に行くわ。張り切るのはいいが無理すんなよ。大丈夫ここからラインマーカー狙撃手してるから。じゃあいる意味ないじゃねえか。ってあれ？プラムさんまで抑え込み来てたの？三人もいると裏取りが怖いな。じゃあ私中央に戻ってアメダマさんと一緒にエリアの防衛しておくわ。決して前に上がるのが怖いわけじゃなくて戦術的撤退なんだからね。はいはいわかったわかった。エリアのカウントはリード。国際が上ルートで中央に入っていくかもだから注意しといて。はいはい高台の方ね。私はここで潜伏しまして。よし一人持っていけた。さすがにこの位置は危ないからもう捨てて移動しようかな。よしよし裏取りも倒してくれてるな。中央は絶対に譲らないわよ。アメダマさんがいる限りね。お前の活躍じゃねえのかよ。はい今のは私が倒しました。さてもうそろそろここに居座るのもしんどくなってきそうだが、いやーシールド出してくれてるのマジでありがてえ。ここまで来ればもう近寄らせなければ十分だ。傘だろうが上からウルショで粉砕。エリアに寄れるもんなら寄ってみな。いやー中央は平和ですねアメダマさん。私の激戦とはえらい違い。帝王に合わせて撃破。はいこれはもう勝ち確ですわ。皆さんお疲れした。わいわい勝った勝った。マジで何もしてないけど。これは抑え込み完璧な完璧勝利ですわ。地味に私が中央に戻ったのもいい判断だったのかも。武器にも得意不得意あるから無理な近距離戦は禁物だぜ。というわけでプラベをウルショで破壊しまくった回でした。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。